こんにちは、春風ツアーです。ポーランド旅行ブロツアーフをご案内します。ポーランドはヨーロッパの中央から少し東寄り、この辺りですね、赤い六角形で囲んでいるところです。そしてブロツアーフというのはポーランドの南西にある町です。中央東側にある赤い丸は首都ワルシャワです。今回はパノラマラツワビツカ民族博物館をご紹介します。ちょっと言いにくい名前ですよね。日本語にはあまりない言い回しですね。ラツワビツカです。ラツワビツカ民族博物館はこのような外観をしております。まあ、円形といいますか円柱形の建物ですね。で、中に入りますとこのようにパノラマで360度ではないんですけれども、パノラマでぐるっとこう周りを取り囲むような展示がしてあります。ちょっと写真見にくいのでちょっと一旦こう引きますね。ビデオが顔認識をしますので、顔を認識するとその周りを暗くしてしまいます。ですから、まあ、大した顔でもないんですけど一旦引きます。で、この、博物館の展示というのは、ラツワビツェの戦いというのがあるんです。これは1794年に当時の将軍であったコシチュシコ、これも言いにくい名前なんですけど、コシチュシコ将軍が兵を率いてロシアに対して蜂起したラツワビツェの戦い、その勝利の100周年を祝って建てられた博物館なんです。失礼いたしました。で、コシチュシコ将軍というのは、まあ、こちらに肖像画があるんですけれども、ナポレオンとほぼ同時代に生きた方です。そしてアメリカの独立戦争にも義勇軍として参加されていて、まあ、ポーランドでいういわば英雄です。で、その方が帝政ロシアに対して蜂起したラツワビツェの戦い、その勝利100周年を祝って建てられたのが、ラツワビツカ民族博物館です。ブロツワフにあるパノラマラツワビツカ民族博物館をご紹介しました。ポーランドの名前って日本人にとってはちょっと言いにくいんですよね。まあ、人の名前なのであんまり言うとあれですけれども、コシチュシコ将軍もご紹介いたしました。